皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。いきなりオープニングですね。推しの子2期の3話、トータルでは14話ですね。前回で、あれだよね。原作者の、アビコ先生が、舞台稽古を見に来てね。結局あれだよね。いろいろあって、白紙になっちゃったんだよね、台本ね。で、どうなる?みたいな感じだったよね。で、なんか、アカネ団が、なんかその、アクアをね、舞台見に行こうみたいな感じで誘い出すみたいな感じだったかな?なんかざっくりとした、あらすじだけど。いや、癖強かったね、先生ね。歯磨き2本で効率化を図るっていうのがね衝撃だったよね。あの、磨き方ね。このオープニングのちょっと終わり際で和風ロックな感じになるのかっこいいよね。オープニング終わりました。お、やっとこっちサイドなんだ。そっか、芸能人ばっかりなんだもんね。まあ、そうだよね。居づらいよね。まあ、難しいよね。確かに。軽率に。この子なんかちょっと面白いよね。なんかそういう裏側知りたくないみたいな。ルービー。また?あ、そっかそっか。そうだよね。今、かなちゃんがね、舞台出てるからね。そっか。今、稽古できないもんね。デート行った?二人で。舞台見に行ったか。卓球警戒?なんか の王子様を思い出すね。お、なんか卓球にした感じみたいな ちょっとパロってるというか、あれかな。あ、風まで来るんだ。え、私も生で見てみたいな、一回。これをアニメで表現するの難しそうだよね。何それ?氷?ゼリー?
そうね。客席が回転するんだ。結構そういうの多いよね。ちょっとアトラクションに近いというかね。嬉しいんでしょ？魅力がね、伝わってよかったね。ん？誰？ああ。あ、そうなんだ。モチベーションのためにね。あ、やっぱりこれ氷だね。それね。いやー。そういうのあるんだよな。分かってないんでしょ？それもあんだよね。ああ。そう。だからね。そう。そういうの分かってる人じゃないとね、作れないってのはあるよね。確かにね。ちゃんと努力してる人というかね、実力ある人だからね、歯がゆいというかね、なんかね、この状況。ああ。誰か一人が頑張ればいいってもんでもないよね。難しいね。なるほどね。確かに、そういうのもあんのか。立体的に見るとっていうかね。てか、どこまで、原作の先生にさ、こういう舞台になるっていう演出装置とか見せたりとかしたんだろうね。完成形を。わあ、怖
いってそこ。液タブよね。そうだよね。ちょ、メルトくんの かわいそうに頑張れ若いね。ダメダメ。先生にも協力してもらおう。なるほど。なるほどね。なるほど。でもなんか手強そうだよね。いや、忙しいよね。うい。まあ、常に考えてんでしょうね。そういうタイプか。そういうもんなんだ。こだわりに？なるほどね。自分の内面が出るっていうか、そっか。なんかそれも、なるほどね。そっか、そういう背景もあんのか。だろうね。確かにそうだよね。なんかそれは、それも大変な仕事だな。大丈夫？そうだね。ダメになるね。
そうだよね。ああ、ドラマがね。それ言われると、ちょっと、辛いな。自分の、そうだろうね。でも、こういう作者の人ってさ、あんまり、メディアミックスに向いてないよね なんで受けたんだろう でもそれは嬉しいんだ。まだでもそこがあるから、味方になってあげないとって思えるけど それはそうだよね。なんだ、なんか DVD とか？なんか あれのやりとりも独特だね スタンプとか ちょ、アビコ先生、アシスタントもいないってこと？いや、こだわり強すぎるんだよ。ほら、結局そうなんだよな。全部自分でやるみたいな。いや、こりゃ早死にするよ。いやー。ほんとそう。だ、そういう人いるじゃん。ほんとに。でも、全部自分に組み締めてんだよな。そのこだわりとかも、わかるけど。そう思う。まあ。本当にね。同業者だから言えるんだよね。もう先生、はっきり言うね。責めますね。
それはそう。本当に。それも言っちゃいけないことやで。どうしたどうした。もういいよ。とことんぶつかっちゃえよ。溜め込んでたものが。ちょっと言葉遣いが変わってるよ、先生。そうだよね。師匠だしね。痛いとこ疲れた。そうね。あ、聞いたんだ。ずるいの？ずるいと思うんだ。やりたくてもできないのか。結局自分の振る舞いがね、そういうことをできなくしてるんだけどね。終わった？なんとか。もうなんか死んでんじゃない？二人とも。よく終わらせられるね。火事場のバカ力みたいな。いや、まあ、そんな生活してれば。そうね。先生だったからよかったけどね。そうなんだよ。一人じゃできないのよ。ああ。それね。それがあったから余計だよね。まだちょっとメンタルがおこちゃまってのもあるよね。
それで売れちゃったっていうのもやっぱあるよな、アビコ先生。最後良かったんだよね。それを見せたの？アクアが渡してって言ったやつ、最後のとこ。そっちか。両方かな？どっちだろうね。一回舞台見てって。いや、そうだよね。確かにそう。実物見ないとわかんないこともある。こういう舞台があるんだって。第14話、リライティング。いや、ほんと疑問なんだけどさ。いや、ちょっと後で話すか。これ確かにさ、なんて言うんだろう。歩み寄りって言ってたけど、まさにそうで。どういう舞台にするかっていうので、そのすり合わせをもっとちゃんとやらなかったのかなっていう 先生にこういう舞台があるんですよ、みたいな感じでね。2.5次元の他の作品見せたりとか、その5話さんが手掛けたね、舞台を見せたりとか、まあ生じゃなかったとしてもさ、映像でもね、こういう演出ができますよとか、こういうことしようとしてますってことを事前に話さなかったのかなって。なんか、あれかな？先生が絵の仕事っていうか漫画の仕事が忙しくて、お任せしますみたいだった感じなのかな？最初だけ。で、トントン拍子に行っちゃって、舞台稽古が始まっちゃってって感じだったのかな？やっぱり最初のそのすり合わせ大事だよね。お互いが知ろうとするというかさ、あの感じだと舞台見てなかったっぽいもんね。はい。推しの子2期の3話、トータルで14話ですね。見終わりました。ちょっとね、さっき一回感想を撮ったんですけどね。長々と語って収録終わったと思ったら、撮れてなかったっていうね、ちょっと悲しいことがありまして。さっき話した時ちょっととっちらかってたので、まあ良かったといえば良かった。たんですけど、もう一回気を取り直して、ちょっといろいろね、感想を語っていきたいと思います。まあね、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今回ね、アクアとアカネちゃんが2.5次元の舞台見に来ましたね。まあ、あれはデートなのかな？かなちゃんがね、ちょっとやきもきしてましたけど、なんかね、そしてね、アクアがね、舞台の面白さを知るというね。やっぱり実際にね、生で体験してみないとわかんないよね。私、2.5次元の舞台もそうだし、なんだっけ？ 4DX だったっけ？なんだっけ？座席が揺れたりする映画とか？そういうのも見たことないんだけど、やっぱり実際に生で見たり体験したら違うんだろうなーって。私も見に行きたいんですけどね、そういう舞台もね。まあちょっと話はそれましたけど。まあ、面白さを知って、なんかゴアさんのね、手助けできないかというかね、何かできないかなって、思って、そしてヨリコ先生を頼るというか、同業者であるヨリコ先生から、なんか説得してもらえないかっていうのをね、キャスト陣でね、先生のお宅を訪ねて、ちょっとなんかプチパーティーみたいなことをしつつ、ちょっといろいろ話を聞いたりしながら、説得してもらえませんかっていうね、作戦出ましたね。まあなんかアクアがそういう風に動くっていうのが、意外ではないけど、あ、そういう話になるんだと思ってね。なんか今までも結構アクアって、まあカナちゃんをね、救ってきたりとか いろいろ動いてますもんね。でもなんか、ヨリコ先生の話も面白かったですね。なんかすごい興味深かったですね。習慣と月間でやっぱり違いがあるんですね。いや、習慣は忙しいよね。なんかめっちゃ書くの早くて、こう、
貯めておけるような人だったらいいけどさそんなこといかないもんね、なかなかね。でちょっと舞台の話に戻るんですけど、確かにその漫画家の先生って別に演劇人じゃないからさ、ただ台本読んだだけだとどんな舞台になるってわからんよね。だから余計に、なんて言うんだろうな、台本の中身というか、もちろん中身も大事なんだけどね、お話のここが違うとかああだって そこに注視しちゃうというかさ、今回アクアも言ってたみたいにちょっと臭いセリフみたいに感じても、こういう演出があったらそういう風に感じないかもしれないとかね。なんか多分そういう舞台って演出も込みのものだから、実際に 2.5 次元の舞台が出来上がった時に空間を使った演出とかね、そういうのが加味された時にどういう風に見えるのかっていうのがね、分かってないとこういう舞台になるんだっていう想像というかね、良さが分からないかもしれないですよね。役者陣がこういう風に動くとかね。で、アクアが先生に渡したあの封筒みたいなのって舞台のチケットだけですかね。京アマの最終回をなんか我孫子先生が見てたりとかしてましたけど、あれもなんか DVD 渡したりとかしたのかな。まあもともとその我孫子先生がね、京アマが好きだからそこも見てたっていうことなのかもしれないけど、チケットは間違いなくね、今回渡してましたよね。でまあ依子先生からいろいろね、今回ちょっと厳しくね、ダメ出しというかねここがこうだからダメなのよっていうのを結構厳しく言ってましたけど、我孫子先生に。同業者だから言えるというかね、わかることもあるというかね、まさにその通りなんだろうね、アクアの言う通りね。他の畑の人から言われてもピンとこなかったり、あなたわからないでしょって言われるかもしれないけど、同じ漫画を描いている先生だからこそ伝わることってあるのかもしれないね。響いてましたよね、先生の言葉ね。でなんかすごい言い合いになって、お互い結構ずっと思ってることをねぶちまけて、なんかまるでちょっと喧嘩のような感じでね、漫画を描きながらお互い言いたいことを言って、まあでもその中でなんて言うんだろうな、言い合えたからこそ分かったこともあったみたいですね。でも先生が言うように、本当こだわりがね、自分の首を絞めちゃうんだよね。分かるんだけどね、そのこだわりね、そこ大事にしたいのはすごい分かるんですけど、やっぱりこう妥協しなきゃいけないところもあるというか、まあ妥協というかね、自分の画だけを通していいわけじゃないというか、メディアミックスとなると一人でする仕事じゃないからね、いろんな人が携わるわけだからね、いろんな分野の人たちがね。まあそういう面ではやっぱりちょっとやっぱりメンタルが子供なところもあるのかな、我孫子先生ね。自分もうまく他人とやっていけないみたいなことを、まあ、悩んでるみたいだしね。でもちょっとびっくりしたのが、その漫画にそういうのが現れるっていうのが面白いですね。本当はうまく他の人たちとも仲良くしたりとかしたいんだけど、それができないっていう葛藤っていうか、そういうのが作品の中に出てるのかな。面白いですね。でもなんか本当あんな生活してたら本当早死にしちゃいますよね。生活の不摂生もいいところだし、毎回あんな感じだったらね、もう体いたばるどころじゃないよね。でもなんか言い合いになってドラマの京アマのことを言われるとね、やっぱりちょっと痛かったですよね、依子先生ね。でもあそこで分かったのがね、まあ我孫子先生がその京アマがすごい好きで、あの作品のファンだからこそ、尊敬して憧れている先生の作品だからこそ、ドラマであんな風に怪我されたくなかったみたいなね、
だからこそそういう余計にこだわりが強くなってしまったみたいなさ、今回の舞台のこともね、なんかそこはすごい伝わってきたというか、あ、なんか怪我されたくないっていうその気持ちもわかるなって思っちゃいましたね。だからあそこで阿鼻子先生の気持ちがね、ほんと分かったのは良かったですよね。あのシーンすごい良かったですね。頼子先生も、あ、そうだったんだって分かって、でちょっと私も言い過ぎたわみたいな感じでね、お互いごめんなさいって朝日を浴びながら話すシーンがね、すごい良かったですね。てか阿鼻子先生、アシスタントも外して一人でやってたんですね、全部ね。そりゃあメンタルにもきますよね、体調だけじゃなくて。よくあの視線をくぐり抜けられるな、ずっとみたいな。まあだから、メンタルあんなんだったから余計だったのかな、たまりに溜まってるものもあって。前回の話も結構、カーってなっちゃってましたよね。よくないよね。なんか私もちょっと創作関係をしてたことがあるのでわかるんですけど、なんかその人に任せてもちゃんとやってくれなかったり、ダメなとこが見えてしまうと結局自分がやってしまった方が早いってなって全部一人で抱えてしまって自分の首を絞めるっていう。すっごいわかるんですよね、それね。私も別に天才肌でも何でもないんですけど、人を頼れないじゃないけどね、そういう面もすごいわかるなーって思いながら、私かなーって思いながら見てましたね。だからすごいなんか阿鼻子先生の気持ちもわかるしなんですよね。それがすごいなんか見ててもどかしいというか、わかるんだけど、でもそうなんだよね、歩み寄りって大事ですよね。本当頼子先生も言ってましたけど、一人でやってる仕事じゃないからね。なんかその歩み寄りが大事っていうところでちょっとだけ気になったことがあるんですけど、この企画が持ち上がった時にね、この舞台の企画が持ち上がった時に、なんかプレゼントかってしなかったんですかね。なんか 2.5 次元の舞台はこういう感じですっていうのもそうだし、ゴアさんが今まで手掛けた舞台の映像でも動画でもそういうのを先生に見せたりとか、こういう舞台演出がありますとか、こういう感じでね演出が入ってみたいな、あーどうだろうな、稽古してからじゃないとそこまでのことは言えないのかもしれないけど、演出に関してはね。でもなんか 2.5 次元ってこういう舞台ですっていうのをプレゼンするのは事前にできたんじゃないかなって思うんですけど、してないのかな。なんか最後の方にそのアクアからチケットもらって阿鼻子先生が舞台に行こうとしてたから、ちょっとそれ気になったんですよね。先生それすら知らないというか興味がなかったのかなみたいな。でもね、そういう話が持ちかけられたってことはさ、少しは興味持ちそうですけどね、自分の作品がどういう風になるかって。先生が忙しくて、はいはい、わかりましたって感じで通しちゃって、トントン拍子に行ってしまって、で、稽古を見て違うってなっちゃったのかな。まあ、事前にね、プレゼンはしてたかもしれないけど、そこまで気に留めてなかったのか、忙しかったのか、どうなんでしょうね。でもなんか先生がね、実際に自分の足でね、会場に行って舞台を見に行こうとしてくれてるところは前進してますよね。前向きになってくれたってことかな。それで先生がね、舞台を見て、あ、 2.5 次元ってこんな風になるんだとか、こういう演出があるんだってワクワクしてくれたらね、またさらに前進ですよね。そこでワクワクしてくれたら多分自分の舞台もこう風な感じでなるのかなとか、いろいろ多分またワクワクが膨らむと思うので、まあ先生がどういう風な感想を持つのか、そしてアクアがねまたどんな風に動くのかとかね、あとルビーの方もね、どういう活動していくのかも楽しみですね。
ということで、推しの子2期の3話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。